久保田正孝様でございます。おめでとうございます。おめでとうございます。大きな拍手をお送りください。本当に登場シーンからこの映画で引き込まれましたよね。素晴らしい演技でした。おめでとうございます。社長もうちょっと笑っていただくとなんか怖い感じがするんですけれどもニコニコーと笑っていただいて、はい、はい、おめでとうございました。それではおめでとうございます。メッセージを、はい、皆様はじめまして久保田正孝と申します。本当にこのような本当に伝統的な賞をいただきまして本当に心から嬉しく感じています。このようなあの場に立てて本当にもう人生ですごく幸せな瞬間に今立ち向かえているなと思っています。本当にありがとうございます。いや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 、なかなか難しい役でしたよね、はい、何人にもなるわけですから。あ、本当ですか、はい、で脚本を読んでこの作品の一番どこに惹かれましたか？そうですね、まあ、人はやはりこう表の顔だけではなくてやっぱ裏の顔がたくさんあってそれも含めてその人だと思うし、そういう多面的な顔があってもいいんじゃないかっていう、すごくそうやってこう人生に苦しんでる人をこう応援してどこか背中を押している言葉がすごく脚本に書き込まれていたので、ね、そこにすごい魅力を感じました。ねえ、まあ、あの安藤サクラさん、それからお子さんたちと の, この仲のいい家族もありの、はい、そして過去がある男のですね、このコントラスト、まあ、あの演技する上で非常にこうご自身として苦労された点とか。そうですね、まあ、本当にこうやっぱり役をどうしてもこう役者は生き物なので情報で埋めすぎてしまうんですけど、あえてそこを埋めすぎず、グレーゾーンをずっと保ったまま、その時の幸せの瞬間は本当にこう幸せな顔で、なんかこう伏線とかいろんなことを考えないように逆に引き算のようにお芝居をすることを意識してましたね。へ、石川監督からは具体的に何かアドバイスあったと思うんですけど、はい、印象に残ってるの何かありますか？監督は逆に言葉で演出をしてくれないことがすごい印象に残っていて、何度も何度もテイクを重ねてこう役というよりはその役を引っぺがしてその役者の中身の部分をもっとフォーカスしたかったみたいで、それはその時は説明してくれなかったんですけど、公開近づくにあたって取材で対談させてもらった時に1年半越しに初めてその心境を聞いたので、はい、そう思ってたんだっていうのがありましたね。なるほどね、はい、だけどどうですか、今後、まあ、非常に大きな賞を、ね、今回受賞されましたけれども、はい、今後やりたいこととかですね、まあ、俳優として目指していること、はあ、目指していること、そうですね、まあ、とにかく本当にもっともっといろんなことをインプットして役者としてもっとこう自分の恥じらいとか固執している概念とかもうそういうものをもっと剥ぎ取るようになんか剥ぎ取ってその先に何があるのかっていうところをもっと見つめていきたいなって、フォーカスしたいなと思ってます。やっぱり俳優になってよかったっていう気持ちですかね今は。そうですね、なんか正直今あまり実感はないんですけど本当なんか皆さんに本当に応援してもらってというか、この役を通していただいた賞なので、もうある男に関わった監督、プロデューサー、皆さん、スタッフの皆さん、キャストの皆さんに本当に感謝の気持ちでいっぱいです。はい、本当におめでとうございました。ありがとうございました。おめでとうございました。久保田様へ今一度盛大な拍手をお送りください。プレゼンターの高木様、ありがとうございました。ありがとうございました。いや、本当に唯一無二の存在ですね。